吉田さん、こんにちは。岡塾の久保です。バタバタとはやってますけどもね、今日はね、この銃についてちょっとお話ししながら億万長者合宿のリレーをさせていただきます。こういう風に薬莢が入りましてね、でこうパチンパチンと埋めていくわけなんですけども、これね、モデルガンというやつで本物そっくりに作られているんですけども、まあ当然ですけども銃弾は飛ばないようになってます。で、こういう拳銃の価値って何かね、動物を撃ったりとか、時には人間を撃ったりっていう風な、まあ命を奪うための道具ですよね。だから銃の価値っていうのは身を守るために他者を傷つける、もしくは威嚇するところにあるわけなんですよ。でも日本においてモデルガンって何の価値があるんですかね。ただ、銃に似せたおもちゃですよ。これね、1万数千円するやつなんですけども、いろいろと込みでね、2万円ぐらいなんですよ。でももうちょっといいやつ買うと5万とかね、10万とかっていう風な値段になってきます。モデルガンですら今こういう風な価値があるんですよね。価値っていうか価格がついてるんですよね。ちょっと撃ってみましょうか。怖いですね、ちょっとね。おお、すごいでしょ。すごいですね、怖いんですよね、こうやって。何なんですかね、これはね。はい、これがこういう風になると、もう空になりましたよ、装填してくださいって意味なんですけどもね。で、この銃って日本国内では、当然ですけども、撃つことはできませんし、殺傷することもできませんし、もはや威嚇にもなりませんよね。じゃあ何の価値を持ってるんですかね、こういうのを買う人がいるっていうのは。まあ私ですけども。まあ要するに、実用性とかけ離れたところにも価値があるんで、拳銃、モデルガンっていうのはね、必ずしも弾が飛ぶから、持ってる意味があるかないかっていうとそうでもないんですよ。まあいわゆるコスプレみたいになりきってやるとかね、あと銃そのもののこう美しさに惹かれる人もいるでしょうし、こうなんか撃った気になって、なんかそこにね、一種のフラストレーションを解消する場を持っている人もいると思いますし、疑似体験をするっていう意味もあるでしょう、うん、まあ私の場合はね、なんで持ってるのかよくわかんないんですけども、とりあえず幼い頃興味があっても買えなかったんで、まあ今なら買えるかなと思ったんでね、何でもかんでも買ってるんですけどね。でもずしっとしてて確かに重みもあるし、こうなんていうんですかね、この薬莢にね、火薬を込めたりするわけなんですよ。弾は込められないんですけど、こうやって分解して入ってるか、ああ、粉が入ってる、うん、確かにこれは入ってますね、はい、ここに火薬とかそのバーンって打った時にこうなんですかね、炎症反応が出るように、こう煙が散るようにね、細工するやつがあるんですよ。いいですか、もう一回込めてみましょう。これ多分ね、バーンとなると思いますんで、ほらね、すごいでしょ。よいしょ。まあこんな感じで、あの銀玉鉄砲みたいな、その延長線上になんかわかんないけど銃を楽しむみたいなところが大人になっても抜けなかったりするんですよね。で、そういった市場にこう丸いとかっていう会社がこういうのを作ってくれると。まあ丸いかどうかわかんないですけどもね、うん、で YouTube 見るとやっぱりね、モデルガンのこうマニアっているんですよ。むちゃくちゃ銃に詳しかったり、銃の扱い方は得意だったり、あとね、こういうふうな銃を撃つなんかそこコンテストみたいなまであるらしいんですよ。で、まあ、そういう文化が模型店とかをね、維持してるんだろうなと。要するに大会をする会場みたいなところに店舗を貸してるみたいなね、そんなんがあったり、でそこには当然マニアも集まるし、そこでは販売も起きるわけじゃないですか。だからね、今の時代だから、うん、こういう年だから思えるんですけども、まあ、子供の頃に憧れたことって大人になってそれを実現してる人がいて、そこに市場っていうのはできてるんだろうなと思うんですよ、まあ、ですんで今回ね、私はまあ拳銃そこまでね YouTube 化するほど好きでもないんですけども、たまに私の YouTube にも拳銃が出てきます。そう考えたら価値は無限にあるんで、何かやってみることですね。やってみて見た人がそれを継続して受け取りたいなと思ったら、チャンネル登録も起きる、要するにフォロワーになってくれるでしょうし、でそうじゃない場合はフォロワーがつかないでしょうしね。でそれによって、市場が広がるのか、それとも自分の収入源になるのか、生活を支えるほどのマーケットになるのか、いろいろと判断が分かれると思うんですよね。いろいろと申し上げましたけども、これね、ちょっと2つの視点からものを申し上げていこうかなと思うんですよ。1つは、偶然ってやつです。自分がたまたま持っていた能力とか、自分が持っていた資格が、
市場に対して受けるのかどうかっていうのはこれは偶然なんですよ。自分がどのくらいアウトプットするかによってこう決まってくる偶然の要素があります。で、必然って何って言ったら人に頼まれることなんですよね。何かの動画でチャンネル登録が起きたってことは、その動画の延長線上の動画を作ればチャンネル登録した人には必然的に受けるってことになりますので、そこを敏感に私たちはアナリティクスしていかなくちゃいけないのかなと思いましたね。だからこう稼ぐ手段を探している人に稼ぐ手段をこうアウトプットし続けると、やっぱりね、期待した人にその情報を届けることができるので、どんどん人気になっていくのかなと思います。その意味でもネタが切れないように普段から情報収集もしないといけないですし、情報収集1したらね、10ぐらいの発信、このバランスでいいと思うんですよ。多くの方ってのは10情報をゲットしたらその中からセレクトして1個か2個っていう風に厳選しちゃうんですよね。でもそれはもっと高いレベルでやればいいと思うんですよ。まだね、何者でもない時は圧倒的な行動量で、もうどんなネタでも発信していくっていうところですかね。それが習慣化して、どんな細かいお得なネタでも出していくってことが大事なんじゃないかなと思うんですよ。いや、この程度の情報ね、人に価値っていう風に捉えてもらえないかもしれないからっていう風に遠慮する暇はないってことなんですよ。それはもっともっと上級者になって自分の口からこのレベルのやつを話したら他の人のこの期待をね裏切っちゃうぐらいの高いレベルに行ったらそうすればいいと思いますけども、今はね、大した情報が発信できない、それでもいいんですよ。成長過程ですから、まさに第一歩ですからね。そういうことはもっともっとできるようになってから考えればいいのかなと思いながら、私も未だにね、どんな小さい情報でも出していこうかなというふうに思ってますけどね。